今から金華山ロープウェイに乗るよ。今日道産ルックじゃない、私道産カラーだね。道産カラーです。でも奥にもっくんがいるんだもん。もっくんが目の前にいる。ね、するよね、顔認識するよね。え、めちゃめちゃかっこいい。え、肌感がすごくない？やばい、めちゃめちゃかっこいい。え、めっちゃかっこいい。ドキドキ胸胸する。幸せ。しぬり三重の塔でございます。信長の吉野塔だ。大正天皇が掲げる城は塔や。はい、行きましょう行きましょう。ちょっと待って、どうぞ。2台持ちしてる。いやー、掘り切りに橋がかかっております。この橋がいい感じです。信長だね、もうめっちゃ、ね、さっきは道産だった、ね、さっきまでずっと道産だったけど急に頂上に来たら信長になった。あ、いい天気だよ。すごいいい天気。行きます。逆行してる。ちょっと待ってね。結果が、ね、出ないということは十分ありますので、ね、裏の努力というのがまたあって、うわいい、超いい天気が最高にいい。めっちゃいい。こんないい天気の岐阜城最高ですよ。初めて見た、ね、すごいよ、ね、なんかイベントもやってるんだね。そういうことか。だからちょっと登ってる人が多いの。確かに確かに。なんか第一生命みたいな着てる人いたもんね。あ、いたいたいた、ね、本当だ。岐阜健康モードだって。どうする。なんか本丸井戸みたいのがあったと思うけど、この下に、岐阜城天守を見て今降りてます。あ、ほらほら井戸あったよ。うん、本丸の井戸がここにある。岐阜城本丸の井戸に今向かってます。岐阜城のね、天守は一回来たことがあったので、ちょっと中の展示は見ずにサクサク行っています。幼虫になんかすごい石垣が見つかりましたって。なんか2年くらい前から足元に乗ってたよ。うん、乗ってた。
丸井戸です。織田信長、斎藤道三、機長。え、機長？機長。なんで機長が混ぜそばなのかな。普通クレープじゃない。で、光秀がラーメンだって。何故？さんで、これでよろしいですか。よろしければ自動で顔を認識しています。まっすぐ立ってなるべく動かないようにしてください。あ、キリッとしてる。全部で2回撮りますね。ちょっと待ってください。そうそう、長い段がちょうどいいんですね。で、ここ見てさ、ここ1位でにしちゃう、使いたい顔写真を。どっちがいいと思う。どっちがいいんだと。これにヒゲが加わるんですよね。綺麗な仕上がりになるわよ。ヒゲの位置とかね、この位置でやってみた。お疲れ様でした。背中を大きなモニターに移動します。ね、めっちゃ面白いよ。あ、でも映らないね。映らない。ねえ、これさ、おばさん寄りのおじさんじゃん。おばさん寄りのおじさん。ウケるんだけど。超面白いよ。あ、ごめん。え、これ、ドンさんめっちゃ面白いじゃん。人格がひどい。そうやね、人格なんか。人格やばくないですか。ちょっとね、なんか人格。シマブクレてる。あ、終わっちゃった。